ようこそモニュメントパークカリオストロ城へ。カリオストロ城はあの忌まわしいゴート殺密造事件の記憶を風化させたくないというクラリス女王陛下のご意志により一般に公開されることになりました。でも堅苦しく考えないでくださいね。このカリオストロ城には面白いアトラクションがたくさんあります。心ゆくまで楽しんでいってください。さあパンフレットをどうぞ。このパンフレットはカリオストロ城内を巡る際のスタンプラリーの用紙にもなっています。公開されている各施設を回るとそれぞれの場所にスタンプが押されるのよ。スタンプがすべて揃わないとクラリス様が幽閉されていた北の塔を見学することはできません。カリオストロ城でのあなたの行動次第によっては北の塔でクラリス様と会うことができるかもしれませんわ。ではまた後ほど。ようこそカリオストロ城へ。失礼ですがお持ちのパンフレットを拝見させていただきます。おや、もしかするとカリオストロ城へお着きになったばかりなのですか。カリオストロ城内へお入りいただくためには城下町のすべての展示物をご覧いただかなければなりません。申し訳ありませんがすべての展示をご覧になってからもう一度おいでください。ルパンさんと次元さんの壮絶なスパゲティ争奪戦はご存知かしら。そう、あのルパンさんと次元さんの壮絶なスパゲティ争奪戦は今なお語り草になっています。そしてこのレストランがスパゲティ争奪戦の行われた場所なんです。私の姉がウェイトレスをしているんですがスパゲティ争奪戦を実際に見たと散々自慢されましたわ。さ、そこの扉から中に入れますよ。さ、お店の中へどうぞ。いらっしゃいませ。このレストランはルパンさんと次元さんがお食事をされたところでお店そのものがモニュメントパークの展示物になっています。
駅へご案内します。ご注文はお決まりですか？ルパンさんと次元さんもご注文になったミートボールスパゲッティでございますね。ありがとうございます。はい、お待たせしました。ルパンさんと次元さんも食べたミートボールスパゲッティです。見つからん。興味があるのですかな。で、あなたにお話ししておきましょう。私は幻と言われるエラー金貨というものを探し求めているのです。このカリオストロ城のあちこちに隠された美しい金貨をあなたも見つけることがあるやもしれません。それはクラリス金貨というもので、確か宿屋にそれを持っていけば景品と交換してくれるはずです。私が求めるエラー金貨とは、そのクラリス金貨のいわば失敗作なのです。ぶわっ！急に話しかけるもんだから驚いちまったぜ。これが飲まずにいられるかってんだよ。俺はよ、食うものも食わず、飲みたいものも飲まずに金を貯めてきたんだ。このカリオストロ城を見るためにな。それがよ、間抜けな話さ。全財産を入れた財布をどこかに落としちまったよ。このホテルといっても小さな民宿のような感じですけど、ここがルパンさんと次元さんがお泊まりになったところです。しかもカリオストロ伯爵の部下である影たちの襲撃を受けた場所でもあります。ルパンさんと次元さんがお泊まりになった部屋は特別展示室になっていますので、ごゆっくり見学してきてくださいね。さあ中へどうぞ。いらっしゃいまし。いらっしゃいまし。ルパンさんと次元さんがお泊まりになった部屋をご覧いただける宿屋はこちらでございます。はい、部屋の鍵です。
困りますな、お客さん。展示品にはお手をお触れにならないようご注意申し上げたはずですよ。え？この武器もルパンさんや次元さんが使ったものかって？その通りでさ。どうです、武器にまつわるエピソードをご覧になりますか？こいつは特別サービスですぜ。本日はありがとうございました。
いらっしゃいませ。このレストランはルパンさんと次元さんがお食事をされたところで、お店そのものがモニュメントパークの展示物になっています。さあ、奥のお席へご案内します。ご注文はお決まりですか？ルパンさんと次元さんもご注文になったミートボールスパゲッティでございますね。ありがとうございます。はい、お待たせしました。ルパンさんと次元さんも食べたミートボールスパゲッティです。やこれは俺の財布じゃねえか。あんた、これを見つけてきてくれたのかい。いや、助かった助かった。おっと、そうだ、礼と言っちゃなんだが、こいつはあんたにやろう。城下町のどっかにあるバーチャルゲーム館の招待状だ。俺はゲームなんてやらねえしよ。そのバーチャルゲーム館ってのもどこにあるんだか。高速艇のチケットを持っているのか。船に乗りたいなら高速艇のチケットが必要だぞ。もしどこかで太閤艇跡へ向かうためのチケットを手に入れることができたら、またここへ来てみるんだな。何ぞ用でっか。わしのバーチャルゲーム館はまだできてへんけど、そやから一般のお客さんは断ってまんねん。それともあんた特別招待券持ってるんやったら話しちゃいますけど。おお、あんたはん特別招待券手に入れたんでっか。特別招待券を持った人がほんまに来るとは思いまへんでしたな。わ、中に入んなあれ。ほな、そこのバーチャルの箱の中に入ったってんか。まあ黙って入ったらええねん。押したらあんたはんが主人公のアドベンチャーゲームが始まんねんで。えらいこっちゃ。百聞は一見にしかず言いますやら。ま、入ったって。よう、お前さんか。俺だよ、ルパン三世だ。
なんてなんてな。驚いたかい。ようこそカリオストロ城バーチャルゲーム会に。バーチャルワールドのカリオストロ城では何やら陰謀が企てられてるって噂だ。そこでお前さんには俺と一緒にその陰謀を潰してもらいたいんだ。もちろんこのバーチャルワールドには次元や五右衛門、藤子ちゃんに銭形のとっつぁんまでいる。さてお前さんはうまいことこの陰謀を潰すことができるかな。始まるぜ。いらっしゃいませ。さあ、奥のお席へご案内します。ご存知のこととは思いますが、当店ではこのメニューしかお出しできませんの。でも味は絶品ですよ。はい、お皿が熱くなってますから気をつけて召し上がれ。久しぶりだな。その後元気でやってたかい？ルパンが爆破予告を出したらしいな。しかし、あんたも知っての通り、爆弾による無差別攻撃なんてのはどう考えてもルパンのやり方じゃない。これには必ず裏があると俺は思うね。カリオストロ伯爵の亡霊の噂は聞いたことがあるかい？夜中に城の窓に伯爵が立っている影が見えるんだそうだ。今回の事件、案外犯人はカリオストロ伯爵かもしれねえな。つまりカリオストロ伯爵はあの事件で死んじゃいなかったってことさ。うわっ、急に話しかけるもんだから驚いちまったぜ。これが飲まずにいられるかってんだよ。近いうちにルパン一味がこの城下町を爆破するって予告してるらしいんだ。爆破予告を出したやつが本当にルパンなのかどうかは知らねえ。しかしとにかく爆破予告だけはあったらしいんだ。俺たちの命も今日か明日かってわけさ。だからよ、こうして飲みながら気分を紛らわせているのさ。とにかく考えたって始まらねえ。こういう時は飲むに限るのさ。すみません、お客さん。あれは大切な写真なので、触らないでください。いらっしゃいまし。お客さんお泊まりですか？残念ですが、今日は予約で満杯なんでさ。お引き取りくださいまし。おっと、今日は予約のお客さんで満杯なんでさ。これ以上お客さんを泊めるわけにはいきません。お引き取りくださいまし。ルパンと次元が泊まった部屋だって？
滅多なことを言わんでくださいよ。手前どもの宿にはあんな極悪人を泊めたことなんざございませんぜ。ささお引き取りくださいまし。カリオストロ城に何かご用でしょうか。許可のない方はお通しするわけには。待て待て、インターポールの銭形だ。クラリス女王陛下の指輪がルパンによって盗み出されたという通報があった。これよりカリオストロ城の警備はインターポールが行う。兵士諸君は我々の指示に従うように。貴様は何者だ。観光客だと。城下町爆破予告、そしてクラリス女王陛下の指輪盗難事件。不穏な空気が高まるカリオストロ公国に観光などと、怪しい奴だな。貴様ルパンの変装ではあるまいな。通してくれ、わしじゃ。ここを通してくれ。貴様もなんだか怪しいな。怪しいじゃと？わしはバチカンからカリオストロ公国へ出向いておる大司教じゃ。わしは城の中に住んでおるんじゃ。貴様こそ何者じゃ、無礼者めが。城下町で何か爆発したようです。おー、ルパンじゃ。ルパンの仕業に違いない。お客さん、お客さん、生きてるか。おお、気づいたみたいやな。よかったよかった。ゲームどころちゃいます。城下町で爆弾テロ事件が起きたんですわ。ほんまにえらいこっちゃ。何のんきなこと言うてまんねん。爆弾テロはほんまの話でがな。ほんまに爆発のせいで機械も壊れてしもた。あとちょっとで店開けると思ったのに、また時間かかってしまいますわ。悪いこと言わへんから、今日のところはもう相当もう苦労なったし、宿屋にでも泊まりなはれ。バーチャルゲームも最後まで遊ばれへんかったけど、今日はここまででんな。今度はいつから店始められるかわかりませんけど、縁があったらまた来て。おおきに。ほな、さよなら。ここで爆弾テロがあったみたいでんな。わしの機械もさっぱりわやや。また金と時間がかかりまんねん。ほんまにシャレにならんわ。
あんたもこんなとこにおったらまた爆弾テロが起きるかもしれまへんで。はよ宿屋にでも帰った方がええで。ごめんなさい。ただいまお店は貸し切りになっておりますの。あと1時間ほどで通常の営業に戻りますから、またいらしてくださいね。お待ちしております。いらっしゃいまし。お泊まりですね。ありがとうございます。お客さんのお部屋は2階の202号室になります。こちらが部屋の鍵でございます。噴水広場の方で爆弾テロ事件が起こったようですが、手前どもの宿は大丈夫。安心してお休みくださいまし。さあ、部屋は2階の202号室でございます。これが助道様から指示のあった指輪だ。確かに渡したぜ。後のことは頼んだぜ。すいません、お客さん。私、部屋を間違えてしまいました。この202号室は別のお客さんが予約されていたんでした。お手数ですが、隣の201号室に移っていただきます。これが201号室の鍵です。
いらっしゃいませ。あら、それを私にくださるの？申し訳ないんですが、チップは現金に限らせていただいておりますの。ちょうどよかったわ。今までお店は貸し切りだったんだけど、先ほどそのお客様が帰られたところよ。どうぞ奥の席へお座りください。あら、その指輪、クラリス様の指輪だわ。そう、カリオストロ公国の女王陛下様。幼い頃の写真が、ほら、カウンターに飾られているでしょ。あの写真は修道院に行かれる前のものね。修道院から戻られた直後、カリオストロ伯爵と無理やり結婚させられそうになっていたところを助け出したのが、ルパン三世率いる大泥棒一味だったの。あの時私が運んだスパゲティをルパンさんと次元さん奪い合ったのよ。ミートボールスパゲティよ。これしかできないんですもの。注文をお聞きするまでもないわよね。よう、俺だよ。何言ってんだよ、俺だよ、俺。俺のことを忘れちまったのかい？バーチャルゲームだって？あんたあそこに入ったのかい？どうやらあんたはとんでもない事件に巻き込まれちまったようだな。ああ、あのバーチャルゲーム館には変な噂があってね。あそこはまだ開店はしていないんだが、それでも何人かは中に入ったことがあるんだそうだ。それが中に入った連中が出てきた時にはみんな記憶をなくしちまってたらしいんだ。あんたがバーチャルゲーム館に入ったんだとすると、俺のことがわからないのもうなずける。噂通りあんたは記憶をなくしちまったんだよ。どうだい？あんたが巻き込まれちまった事件の全貌を知りたくはないか？高速艇に乗って太閤艇跡に行くんだ。ほら、高速艇のチケットをやろう。これを持って船着き場へ行けば、太閤艇跡に連れてってくれる。あんたが自分の記憶を取り戻せるように祈ってるぜ。じゃあな。うわ、急に話しかけるもんだから驚いちまったぜ。これが飲まずにいられるかってん。予告通り爆破事件が起きたんだぜ。かろうじて俺は命が助かったがよ。爆破事件が一回だけで済むとは思えねえ。だからこうして飲んで気分を紛らわしているのよ。ところであんた、バーチャルゲーム館に行ってみたかい？なんだか大変そうだけど、まあ頑張りなよ。まだいいじゃありませんか。ごゆっくりしてらしてね。高速艇のチケットを持っているのか？
ついに高速艇のチケットを手に入れたのかい。しかし太閤艇跡に行ってから先はどうなろうと俺の知ったことじゃないぜ。